どうもこんにちは、なっちでございます。今回はダンジョンとかガチャではなくてですね、100連しました。なんか指がパキって言いましたが、ゴッドフェス100連したんですけども、こんな感じでプラスをまとめました。今回はこの100連で出たプラスをね、超学生に使っていきたいと思います。で、すごいことに気づいた。てか知ってる方多いと思うんだけど、僕はさっき知った。例えばこのフレイヤーに超覚醒をつけようと、レーダー系じゃなければゴッドフェスでもプラスは偏ります。どうしても特になんとかに50とかね。ただ超覚醒のシステムってこれ何でもいいんですよ。プラスがすごくない？じゃあ回復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 、全部回復でもこれね大丈夫なんですよ。ほら増えるんだよ。これさっき知ってさ、じゃあ別に297にする必要なかったじゃんっていうね、今そういう状況です。さあやっていきましょうか。7コンボ強、回復力がね回復力がね、フレイヤちゃんね、7コンボ強化悪くはないけどさ、悪くはないけどさ、悪くはないな。確かにバインドとね、まあ、あの絨毯はあんま使ってくるキャラいないんでいいんですけど、バインドがでかいなと思ったんですよね。まあ、たくさん作ればいいか。はい、とりあえずフレイヤー終わりで、今回やりたいのがオデドラですね。こっち弾翼型のオデドラを軽減つけたい、その回です。はい、5体ねなかなか渋いと思いますよ。行きましょう。僕のゴッドベースの残骸がどうなるかね。リンに行ってこい。ネタ的な意味で軽減にしたいんで、残念。お前の火力上がったとこでじゃん。だってねえ、ロック解除はいいかもしれんけどさ、こいつにドラゴンキラーがついたところでだしね。まあ、使ってみてもいいけどね、一回ね。回復たっけえなお前。そんなにだってこいつ使わないんだよ。使う予定ないんだよ。戦力にしたいわけじゃないのにさ、こんな外すなんて。辛い。まだハガレンのあの、キャラにも振り切ってないんだって。プラスを！ちょ、なんで1627もあんの？頼むよ。ガチャ6回分なんだこれ。魔法石30個かかってますから。おいおい、まずいですよ。アニマ進化後ですからね。これいいよね。でもね、プラスの偏りがなくなるんで、ちょっと回復が多いよっていう時、自分のボックスは回復多いよって時とかね、回復混ぜてやればいいですから。 OK、 やっとですよ。はい、あと4体終わるかなこれ。ちょっと不安になってきたな。次お前だね。あとプラスムブリは作れないみたいですね。プラスが前提、プラスとあとレベル解放が前提なんで、プラスムブリの超覚醒はできませんということでした。そうだよね、ムブリだったらまずプラスに入るもんね。はい、これで、おー、なんでやって、今一瞬期待させたよね。そんなに渋い？絶対無理じゃんこれ。もうないもんだって。プラス全員が一発で成功させたらワンチャンありますけど、こっから渋い、このゲーム渋い。はい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 、オッケー、頑張れ。こっから3分の1だ。そんなに難しいことは言ってないはず。行くぞ、ピンに行くぞ、ドン、大成功。あ、お前レベルマックスじゃないのか。さあ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 、お、いいぞ。ここで見せてきますね。期待しちゃっていいかな。お前もやってないよね。よし、ライダー行きましょう。あと3回チャンスがありますね。1回なら外して大丈夫。
タカ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 タ、おおお、一体目クソすぎない？ちょっとこうなってくると。じゃあラスト行きましょうか。ラストオデトラ決めちゃってください。ここでティンニンゴー。やりました。後半すごい優秀。はい、ってことでオデトラ全員ね、一応できましたね。覚醒数で上に来たりはしないんだ。レベル順で結局見るしかないのか。はい、こいつもついてて、2体目ついてて、3体目ついてて、4体目ついてて、5体目もついてますと。OK。とりあえずまあ、こんなもんですかね。対象も少ないんで、この花ちゃんもしてますし、まあもう一体オデドラやってもいいけどね、この辺ね。体力キラーじゃないのも作ってみようか。せっかくなんで。無難な遅延耐性の方でいきましょう。遅延耐性の方に、あ、ヒカリンがいた。まあ何でもいいかな。体力キラーじゃなければいいな。ウェイはない、ウェイはない。まあ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 、ウェイよりはね。ウェイはありえませんね。はい。まあ、こんな感じですかね。ってことで、まあ、今回分かったのが、意外と渋いってことと、プラスは何でもいいってことですね。アワリンだけ交換してもいいと、レーダーで。水ドロップいっぱい余ってる、アワリンだけ交換したろ。でも一応、超覚醒なら大丈夫と。いうのが、まあ、ありがたい仕様ではありますね。って感じです。なんで、プラマラとかで偏っても今後は全然大丈夫と。まあ、元のモンスターのプラスは仕方がないですけど。ってことで、またね、追加されたらこれやっていきたいと思います。次は、そうですね。やっぱり、新星耀あたり、お願いしたいですね。もっとね、いっぱい、どうせ協力プレイできないんだからさ。いいじゃんね。まあ、お試しかもしれませんけどね。はい、ということでまた、ノエルとかも集めていきたいと思います。以上、ナッチでございました。バイバイ。